vai. で死んだ。現実で起こったこととは思えないですよね。恐ろしいね。桜ある？桜の木あるぞ。登ってった。咲き出した。今咲き出したとこ。短いから美しい。咲いても嬉しい、散っても嬉しい、これが日本人の心なんです。散ることは決して寂しいことじゃないの。桜でもす、人の気持ち分かってもらえればね、こういうこと二度起きないように住民を守ってくださいってお願いするよりほかないですね。諦めたら終わりだからね。植物もすごく頑張ってるんだから、我々人間も頑張んなきゃいけないなと。